なんか来た。うん？来ました。もうやったんや。あ、死んだことは、おりょうこは。は。朝いつも来るんやね。は。自由しない！わしを、わしをベッドから追い出して！自分はぬくぬくと！許せない！おい！ん？わしを追い出して、こんな寒いのに追い出して！いや、あんまそうでもないといかないんだけど。まだ名残がありますね。まだ名残があります。ねえねえ、雪だるまがこんな小さくなってるよ。守くんの頭も凝ってる。あ、ピッキャンおはよう。よし、今日も頑張ろうね。寒いけどね。うん、すげえ霜張ってる。うまくいきますように。本当だよね。昨日ちょっと悪いことがあったので、まあまた今日からうまくいきますように。グラス。こちらを冷凍しておいたので、解凍して朝食べたいと思います。できました。じゃあピキャ君、はい、お母様、今日もこちらの霜を見ますか。はい、ピキャ君、霜が張ってるね今日は。はい、お母様、じゃあピキャ君、お外を見て楽しんでください。完食。すっごい。見てこれ。結露。すごい結露。夫が絶対掃除しない場所、それはここ、このカゴの下絶対掃除しないから、こうやって拭くの。なんかね、この洗濯バサミのカゴから粉が出るんだよね、いつも。でそれが私は気になるの。さあ、ポチポチやりますか。前かがみに気をつけて。いっぱいだ。
けかけてみた。2階はさ、重いから運ばんけど、前かがみに気をつけない。こういうの気になっちゃうんだよね、すぐに。ちょっと喉が渇いたので、今日はアップルジュース飲んでやる。やっぱジュースは 100% じゃないとね。寒いけど。今日のお昼は餅でも食おうかな。今年初餅吉の餅を2つ用意して、白だしとごま油と粗挽き胡椒と鰹節とネギにします。レンジで作ります。餅を皿に入れて、だしを小さじ1、適当小さじ1ぐらい入れて、水道水をこの餅が浸るぐらいまで入れるんだって。ネギはなんか長ネギでも何でもいいんだって。ちょろっとね、ちょろっと。粗挽き胡椒を振る。これ好きな分だけね。結構振ろう。なんか真っ白になってますね、レンジが。わお！餅が爆発してる！はぁ、やっちまったなぁ。こうなりますのでよく見てみましょう。できました。餅が溶けてしまいましたので皆さんちゃんと見張ってましょう。なんかすごいね、出前一丁の匂いがする。で、昨日の残り。プリン、食べます。ピッキャ、ご飯食べるね。もうこっち楽しくないから、今日こっちにしたら。ピッキャの。はい。じゃあこっち側見ようね。では、いただきます。なんかね、もうね、張り付いてる。すごい張り付いてる。張り付いてる。では、いただきたいと思います。いただきます。味がして美味しいです。すごい、このお餅美味しいです。こんな風にやりすぎなかったら本当は美味しかった、すごく美味しかったと思う。すごい美味しい、味は美味しいです。こんな見た目になっちゃったけど、今日も配給が届きました。こちらを、チンして食べたいと思います。では今日のご飯を紹介します。味噌炒め、ご飯、ササミフライ、人道の小渕選挙対策委員長が、かぼちゃフライ、トマトフライです。ではいただきたいと思います。